しよし。はい、どうもノラピーです。今日はですね、鬼押し出しに来ました。でタラも連れてます。ちょっとね、ここはですね、犬も連れてきていいということなので、タロのね、散歩行ってきたいと思います。行くよ、ほら。これなんだろうね、時刻点だって。こっちは増長点って言うんだね。一応ね、ここ表参道らしいんだけど、なんかこう灯籠がね、何、等間隔に設置されてるね、灯間隔。ほら、もう次の灯籠見えてる。この奥にね、浅間が見えるんだろうけど、今日はね、曇りで残念。今日の撮影はですね、太郎にね、引っ張られまくりでね、ちょっとね、世話しないです。あれかね、これが水盤車かな。これなんだろう。ほら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 。あれがね、あの正板堂という、ところらしいですね。神社なのかな。お、鐘がある。なんというかね、もう何、岩場がゴツゴツしていて、別世界ですかね、ほとんど。1700年代かなに起こった、浅間の噴火で、ここはですね、できたらしいですね。まあ、そういうふうにガイドに書いてありました。だからもう200年、300年近く経つのかな。300年経ってもやっぱり溶岩石の後に、なんというかな、緑は生えないというか、難しいのかもね。こっちに行くと奥の辺、一周 1.2 キロ、徒歩30分、結構だなこれね。え、太郎もね、ここら辺来た時はね、ちょっと耳が下がってて怯えてたんだけど、今もうだいぶこうリラックスしましたね。正板堂、なんか清水寺みたいだね。いやね、ここだけ溶岩が残ってるっていう感じなのかな。これがね、正楼堂という、正板堂かというね、社ですかね、神社みたいになってるのかな。厄除け観音、これこそすんなよ。いやー、すごいね。あれ、なんかあっちの遊園地が見えるかな。遊園地、観覧車、観覧車が見えるね。どこの観覧車かな、あれは。ほら、太郎、こっちだ。ほら、太郎、よし。これであれだな、あんまり高さがない。はい、いった。やっぱあれだね、土曜日ってことで観光客多いね。あ、あれかな、あれが奥の院かな。あの、あっちのね、奥の方になんか見えるんですよ、屋根が。あれが奥の院かな。まあ、1.2 キロって書いてあったから行ってみようか。どうした、太郎、どうした。何か感じるものでもあった、ね、ここには金があるから、おっと、何やってんの、お前引っ張んなよ。金ついてみたいけどね、なんかもうこうちょっと封鎖されてるのと、またなんかがっつりロックされてますね。太郎、どうした。あれかね、この浅間の神社というのは天台宗なのかな。
東映山観栄寺別院、浅間さん観音堂か。今ですね、奥の院というところに向かってますけれども、なんかこう修行にしに行くのかなっていう感じですかね。すごいよ、もうなんていうのかな、岩がね変な形の岩あるし、まあね、こういうところなんだろうけど、で生えてる植物というのが松ぐらいしかないのかな、松じゃないと根を張れないのかな、そういうことでもない、そういうわけでもないとは思うんだけど、あ、出た、出ましたよ、安定の熊出没注意。こんなところに熊出んのかねこのさ、このなんていうの、溶岩の、何その断面みたいの、随分滑らかだけど、こっちの方とかね、これって別に人が切り出したわけじゃないんだよね。まあもちろんこういうふうにゴツゴツしてるところもあるけれども、別にこれは人が切り出したってわけじゃなくて、割れたのかな、固まったのが割れてあんな綺麗な断面になったっていうことなのかな。これが炎観音ですかね、これが炎観音だ、観音様の像がね、ありますね。あ、さっきあれだね、見えたのはあれだね、別に奥の院でも何でもなくて、なんかただの観光施設っぽいねあれはまあそのなんていうのかな、レビューにもあったんですけど、あの鬼押し出し園、あの確かにねゴツゴツしてて珍しい形の岩がねたくさんあるんだけど、なんかそればっかり続くからね、なんか何すぐに飽きるみたいなね、そういうレビュー書いてありましたけど、まあね分かるような気もします、分かるような気もするけど、もうちょっと分かっちゃったかって感じだけど、まあでもね、あのこういう岩に囲まれる機会ってめったにないからね、別に人生のうちの、まあ、1時間ぐらいはねここに滞在してもいいんじゃないのかなと思いますけどね。奥の院結構遠いね。でふと思ったけど、あの山向こう、あの辺一帯もですね、なんていうかこう溶岩石なんですよ、わかるかな。たまたまですね、その鬼押出し園のあるあたりに、社を建てたから観光地になってるというだけであって、まあ、この辺一帯ね普通にね溶岩地帯なんですねということなのかな、ことなんでしょうね。結構歩いてるけど奥の院どこだろうね、そろそろね1キロちょいぐらいは歩いたと思うんだけど、シュワー、なんかねもう曲がりくねってるとこショートカットしてっていうね気分になるけど、まあね木とかね草がすごいから無理だよね。あとね、あの熊出没注意って書いてあるけど、こんな岩だらけのところにさ熊の餌になりそうなもんなんかないでしょとね思うんだけど、どうかな入ってすぐのところのですね、その、何あのお社が神社があるところとかはね結構人がいたんだけど、こう何奥の院までねこうとね、まあ、1.2 キロ歩きます、30分ぐらい歩きますなんて書いてあるとね、誰もいないね、誰もいないもうね太郎とね僕しかいないもんもう、ね、めちゃくちゃね息が切れてる感じ。疲れたかな太郎、疲れた太郎、疲れた、あれあれ、なんか奥の院ってどこ、なんかこの先行くとね、なんか何入り口に戻る感じになってるんだよね。こっちの行くでしょ、あのビジターセンターみたいなのがあるでしょ。結局あれかな、奥の院というのはコースがあるというだけで、そういうものがあるというわけじゃないのかな。たぶんどうした、疲れた。
ろう、水。まあですね、結構ね、フルで一周しようと思うと結構長いです。平均滞在時間がですね、大体20分から1時間ぐらいで書いてあったけど、まあ長い人で1時間ぐらいなのかなとね思いました。はい、まあその仁王岩石にね囲まれた場所にね行くなんてね、まあそうそうねないと思うので、もしね近く通ってみたら寄ってみるのもありじゃないのかなと思います。ではですね、ちょっと今日ねちょっとねタオルを連れていくっていうね初の試みだったんで、ちょっとどういう内容になってるかちょっとわかんないけども、ご視聴ありがとうございました。また見てね。いやビジターセンター見えてきたね。結局ね奥の院って何だったんだろうね、謎だな。